にちは、ハノンのさとみです。今回はあべのハルカス美術館に行ってきました。印象派光の系譜展を見てきたんですけれども、夜貸し切りで、学芸員さんが説明してくださるという会に参加することができました。参加者さんは多分20名ぐらいだったと思うんですが、とってもゆったり見ることができて、なんだか恐縮してしまう回でした。ほとんどが日本初来日の作品ばかりです。何枚かは撮影 OK な絵画がありまして、まずはルノワールの花瓶に生けられたバラです。はい、今回話題のレッサーゆりさんです。どうもやっぱりコロナ禍だけあって作品の展示数を減らしたかったのが日本の本音だったそうです。でもイスラエル美術館はどうしてもレッサーゆりさんは飾ってほしいということで来た作品です。蓋を開けてみるとポストカードが初日で完売してしまうほどの大人気だったそうで、学芸員さんもびっくりだったそうです。このね、絵に関しては本当いろんなストーリーがありまして、本当面白いんですけども、私も山田五郎さんのレッサーゆりの回を見て知ったので、皆さんもよかったら見てください。とっても勉強になります。ポール・ゴーガン、ウパウパ、炎の踊りです。ウパウパっていうのはタヒチのどうも官能的なダンスだそうです。フィンセント・ファン・ゴッホ、プロヴァンスの収穫期です。これはアルールの時代にゴッホがゴーガンが来るのを待ちわびてウキウキしてる時に描いた絵だそうです。はい、モネの睡蓮の池です。モネはもう実際にモネの庭に行ったことがあるので、これを見たらますますまた行きたくなったのと、直島の地中美術館にもまた行きたくなりました。貸し切りの学芸員さんの説明付き鑑賞会はとてもいい経験ができました。なんかたくさんの、ね、光を堪能できて大満足です。学芸員さんのこの会の後は、ハルカスの56階にあるレストラン GK のディナーがついてます。野菜が入れて、その上にはイサキ、サーモンとマグロの魚ですね。一番トップには塩漬けたイクラをかけて。はい、ありがとうございます。イタリアのピノグリーンチェです。マダイのポワレ、ベルデスペッタ、タケノコのアーリオ、牛ロースのロースト、グレモラータ風味、パルミジャーノ、ピューマ、ナノコッチャですね。でもね、どれも美味しかったです。これはいちごのメレンゲが上に乗っかってるデザートでサクサクでした。今回は SPG カードを使うと 15% オフでちょっと嬉しかったです。レストランはマリオットホテルの中のエレベーターを使っていくのでロビーを通るんですが、すごい広くていいホテルです。たまにはね、こんな日も
いいなって思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。